あの人の現在。北斗晶、現在の病状が明らかに。乳がんとなり、一時期芸能活動を休止していた北斗晶。今はがんと向き合い、仕事復帰をして元気な姿を見せてくれていますが、現在の病状はどうなのでしょうか。ステージや余命についても発表して話題になっています。現在の最新情報がブログで明らかに。これまで行われていた手術は右乳全摘出手術、そしてその際に液化リンパ節まで転移していたことが分かり、液化神経まで切除した北斗晶さん。その後 MRI 検査の時も担当医師から転移が見られないと告げられていて、順調に回復を見せ、治療はホルモン治療に切り替わり、数年かけてゆっくり治療する方法になっているそうです。副作用も強くはないようで、仕事はできる状態とのこと。そんな中、北斗晶さんがほぼ毎日のように更新している自身の公式ブログが話題になっています。そのブログの内容は北斗さんや家族の日常が綴られており、先日はある日の出来事という題名で夫佐々木健介さんと並ぶ15歳次男の後ろ姿を公開。父親と身長差がほとんどなくなった息子に驚く母親の目線から投稿されていました。幼い頃の北斗さんの息子さんたちは家族でテレビ出演をよくされていたので、その印象が強いため、ブログ読者からもいつの間にこんなに大きくなっていたのと驚きの声が寄せられていました。北斗晶さんは乳がんでステージ2で、実は余命宣告も受け、5年生存率 50% と告げられたことも明らかにされています。そして現在は芸能界復帰をして病状も安定していますが、定期的に通院して検査を受ける日々は続いています。公式ブログでは自身の病状や家族の日常など投稿されています。今後も北斗晶さんの健康を心から願っています。